はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。現在2022ニューイヤーツアーのネコピーチカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在リーグ69で5位というところにつけておりまして、昇格圏内まであとわずかというところになっております。今日は動画としましたネコピーチカップの3コース目ディノディノジャングル X、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、たまたまですね、やっていく中で大発見があったので、まあすでに知ってる方もいるかもしれませんけども、皆さんも知っといていただければということでお話させていただきますけども、次週のリーグ対象と発表されておりますロゼッタカップの3コース目クッパキャッスル X の適性を見ていたら、なんと一番上見てください皆さん、はい、ネコクッパレベル6でクッパキャッスル X 最適性か、まあ、もちろん気づいてる方も多かったと思いますけども、まあ、ネコクッパを所持してないよという人にとっては関係ないですし、でなんですけども、例えば僕のようにネコクッパ持っててレベル5まで来てると、でレベル6にするんだったらあとウルトラレアのチケット3枚あればなーっていう方、そこをどう考えるかでございます。はい、ネコクッパがレベル6になるとですね、ここの最適性に上がってきますので、その他のキャラでいけるのか、ネコクッパレベル6にした方が都合がいいのか、今から考えておいていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。ということで僕自身は今回ですねディノディノジャングル X をやっていきたいと思うんですけども、そう言っときながらこれはね前振りでございます。さあ、ディノディノジャングル X ですけど、キャラをどうするか、まあ目白押しなんですよね、古くから来てるコースということで。しかし僕はこちらのウェディングマリオをレベル7にします。お前さっき言ってたことはどういうことやねんっていうね感じなんですけども。それはそれですよ、それはそれ、ウェディングマリオはとりあえずレベル7にしてですね、次週も2コースで、ね、前半1コース後半2コースで最適性来てるということですから、まあこれちょっと外せないので、まあ、あとウルトラレアのレベルアップチケットがですね、日替わりの、今日のラインナップの中に並んでくれることを期待してですね、まずはウェディングマリオに僕は、入れていこうかなというふうに思っております。さあ、マシンなんですけども、今回どれが一番いいかというふうに環境を見させていただきますとですね、はい、ずらっと見た感じネコクラシカルか、まあ、白銀がいいぞっていうのは見たらわかると思うんですけども、実はマッハクイーンにしてもネコクラシカルにしてもウルトラレアのレベルアップチケット的にはですねレベル7に上げることができます。ただしネコクラシカルレベル7にするんだったら前のピーチサーキットの間にしとけよって話になっちゃうんで、お前計画性ないんかいっていうねところまで考えると、今回ちょっとここで使うのやめとこうかなと思ってます。あのちょっと困ったら使うかもしれませんけども、今回適正ですね、スキル的にもこちら、はい、ダッシュプレート系のマッハクイーンの方が有能かなと個人的には思っておりますので、マッハクイーンでいこうかなと思っております。レベル6のままです。さあ、グライダー行きましょう。グライダーで一番有能なのはもちろんこちら、はい、スターシューターですね、こちらですね、今週のラインナップっていうかね、なんだっけリーグショップか、リーグショップで並ぶことも多いのでレベル上がってる方多いと思います。こちらを使いましょうということで、コインボックスキャラにコイン系のグライダー、そして共にレベル7、マシンもレベル6、環境的には申し分ない高得点狙っていきたいと思います。はい、では1レース目いきましょう。下見の点数がですね2万9000点ぐらいと現状なっておりましてですね、まあ、現状ですけどもリーグ首位の方と比較して、1万点ぐらい、あ、やばい、このパターンは1万1000点ほど、差があったかなと、いうふうに思っておりますので、なんとかこのコースの間にですね、あ、途切れるな、やっぱりあそこねコイン取らせてもらえないと結構きついんですよね。さあ、ということで、このコースは高得点取れるときと取れないときの差が結構激しいタイプのねコースかなと思ってるんですけども、目指すは4万点というところになっておりますので頑張りたいと思います。あ、途切れちゃった、今のミニターボの出し方良くなかったか。はいよ、よし、またちょっと初期の頃とね自分自身がマニュアルターボ少し操れるようになってるということで走り方も変わってる部分、危ねえ、
危ねえって言いながら全然回避できなかったけど、途切れるんかい。さあここ門松があるんでね、あうまくね使えると点数伸ばせるかもしれませんけども、まあ、それはそれだね。よし、全然コンボつながってねえな池ですね。とりあえず目指すは、よし、4万点、まずは3万点、そして3万5000点、後々4万点、そこまでいきたいと思います。あぶねえ、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 勘弁勘弁、マジ勘弁。ちょっと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 、あーちょっと抜くすべがない。とりあえず基礎点1万9000点から、ま、とりあえず更新しましたね。はい、とりあえず3000点ほど更新することができました。まあ、この調子でガンガンやっていこうかなというふうに思いますので、点数上げるたびにしっかり残していきたいと思います。順位上がるかな、上がらなかったですね。さすが上位勢という感じです。ここから2000点置きぐらいに順位が上がりますので、お楽しみに。はい、2レース目いきましょう。あー、一気に更新した、すげー、びっくりした。はいちょっとまさかここまで行くとは思ってなかったのでびっくりしちゃいましたけども、はい、2レース目4万点達成しました。ありがとうございます。どうもどうもどうも。まあ、環境的にはおそらく行くんでしょうね。コインボックスフィーバー来たし、単発コインボックスも2回で、サンダーのせいで単発コインボックスを1回逃したというところもありましたけども、1位が取れたのでなんとか4万点いくことができました。まあ素晴らしいですね。でもこれで4万点いくんだったら4万2、3000、4万5000狙えそうな気もするけど、それは高望みなのか、ちょっとありえそうではありますよね。はい、現状の記録アクション数159というところでさらに伸ばしていきたいと思います。ですいません、ちょっと今回動画最初暗かったですよね。2レース目からちょっと明るさ調整しました。はい、順位1位まではちょっとこの点数だと言ってないかもしれないけど、出る、よし、はい、ありがとうございます。とりあえず1位まで行きました。まあ、これで、まあ、この2位から5位ぐらいの人たちの、まあ、心に火がついたかなと。残りまだ、2日半ぐらいありますので、火がついたかなというふうに思いますので、まあ、僕自身はまず先手必勝ということで、先手逃げ切りということでね、ちょっともうちょっと点数上げたいと思います。今の追い抜きめっちゃかっこよくない？残そう。めっちゃかっこいい今のも。点数いまいちだけど。はい、8レース目いきましょう。
いいぞいいぞいいぞ。でここまでめっちゃ走りが良かった。ここまでアクション逃しが少ない。非常にいいです。こういう時にしっかりアイテムチケットを逃さないように走るというか、アイテムチケットをちゃんと取りながらね。しまった。おお、4枚取れた。あー、ごっつぁん。よーし、めっちゃいいぞ。あとはどっかでコインボックス。ちょっと遅れた、入力が。あぶねー、ここだ。いやー、その後大したのが来てないな。コイン逃した。いやー、あれ止まりだときついな。どっちにしてもアイテムが畜生。ひー、運ないな。コインフィーバー以外の運が皆無だったのこのレース。オッケー、どうだー。あー、きついよねー。さあ、こういう時は乗ろう。鉄則だね。あ、知れてる。はい、12レース目いきましょう。よーし、流れはいいぞ。頼む、これ活かしたい。単発系来い。上乗れないんかーい。よし、単発で後ろからの攻撃を食らわないように早めに。赤率悪い。まあまあまあ、ここまでの点差は悪くないか。よーし、単発来た。ここだ。おお、悪くない悪くない。もう一回フィーバー来い。ここだ。危ねえ、今んとこで。いやいや、万が一今んとこでコインボックスフィーバー来て、俺はどうするつもりだったんだっていう焦りの。よし、来た。来たでしょう。超えただろ。いけ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 。よし。はい、12レース目ですね。点数をさらに4800点更新することができました。ポイントブースト爆発、24,462点。あ、基礎アクションポイントも12,000点。コンボ数178、一気に20以上伸ばしましたね。まあ、一気にって言いましたけど、2レース目で記録更新してからこれ12レース目なんで、ふぅ、フルコンボだったしね、かっこつくいいレースできたかなと思いますけど、もうちょっと粘ろうかなっていうのが結局、フィーバーとしてコインボックスやコインが2回来たっていうレースはまだできていないんで、それでこの点数なんで、もっといけるでしょう。はい、20レース目いきましょう。ということで今回はこのレースで最後にさせてもらおうかなと思ってます。もうちょい出せるポテンシャルは当然あると思うんですけども、疲れました。このレースめちゃめちゃ集中力いる。本当に。まあ一応ほぼ今効率よくこなしてきてるはずなんですけど、
ここまででめちゃめちゃ集中。うわー、うぜえ。着地待ってんじゃねえよ、カス。はぁ、最後ぐらいフルコンボかっこよくやりたかったな。もう完全にそういう流れじゃなくなりましたけど。まあいいんですよ。こういうレースばっかり、基本的にはこういうレースばっかり皆さんもやっていただいてね、わかると思いますけども。とはいえですね、やっぱりうまくやりたいなという気持ちもあるわけで。危なっ。本当はこのルートじゃない方がいいっすね。一番効率悪ルートというかね、大外は中が一番いい気がしますよね。ここで出しちゃわないと。この踏切までに全部取り切るっていう風に大体いつもあそこで単発引いた時にやってますけどね。さあ彼を私抜けるのか抜いたろ、最後ぐらい抜いたろ、ありがとうはーい、あーいい点数。はい、ということでディノディノジャングル X とりあえず 44,987 点で止めさせていただきました。いや、ひょっとしたらもうこれが最高点になる可能性はありますけども、うん、ちょっと今回はここで締めさせていただこうかなというふうに思っております。じゃあ順位を見ていきましょう。ということで改めて一応ね6200点の差をつけておりまして、まあ逆転される可能性全然あると思います。その時にですね、一番点数を出しに行くとしたらどこかと言われると今回のねディノディノジャングル X なんじゃないかなというふうに思いますので、その時に、改めてね、やむを得ず強化をしたりとか、まあ、5万点目指して走るっていうね、もし抜かれた場合は明日もう一本動画出しますということでね、そういうお約束だけさせていただきまして、今回締めにさせていただきたいと思います。今回の 44,987 点もしくは走りの内容と良かったよって方はですね、高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。